何何初めて国外行ったんですよ、今年、はい、2回、はい、まあ、ベトナムとフィリピン、まあ、いろんなこと経験できて、なんか今年はすごいなんか変われたなって思うんですよ。へー、ちなみにベトナムは何で行ったんですか？ベトナム実習生の採用って、はい、で面接しに行ったんですけど、はい、やっぱ実際見てくれた、実際見た炎がやっぱ分かる、はい、で話して、はい、やっぱり肌で感じるって分からんすもんね。そうですね、どういう人間かっていうの。ベトナム人でも帰りましたよね、はい、でなんか合流したみたいな話があったんですけど。ああ、そうそう、向こうで現地合流して、はい、なんか一日ごちそうさせてもらったっす、ベトナム人の方に。普段は日本だとミッチーがおごるんですよね、よく飯する。普段はミッチーがよく飯連れていくっすよね、日本だと。そうだ、飯で今最近ないですけどね、なんか忙しいんで、はいはい、前までもしょっちゅう飯食い行ってましたけどね、はい、まあ、僕らもそれだけ好きだからね。でベトナム行ったら逆にそのベトナム人の方が飯おごってくれたりとか、はい、まあいろいろなんかここ面白いよとか、はい、なんかそういう観光も連れてったりもらったりとか、はい、そういうことやってもらったんで、まあそういうつながり大事ですよね。そうですよね、親身になりますよね、それ。親身になってくるんですよね。ならんねえ、ならんのかい、ならんねえ、全然ならん。テレこれテレ。今年なんかこういうのあったよみたいな話があったら。こんなことあったよ、はい、仕事でですか？仕事でじゃあもらいます。特にないんですけど、はい、すごい平和な1年だったんですけど。平和な1年、はい、僕すごい自信持ってて仕事に、はい、うん、僕より早いやつ、はい、うん、いないと思ってたんですよ、はい、うん、結構、はい、いろんな足早行ってて、はい、うん、もう10歳以上付き合いあるんですけど、はい、この南瀬子さん、はい、この速さにびっくりしましたね、僕は。速さ、めちゃくちゃ速いとか、はい、うん、翔くん、テラミスさんとか、はい、違う、僕、速いの、ソロ慣れてるでしょ、ヨシュミ。ヨシュミ慣れてるでしょ。あ、ダメだった、ダメだ、それはダメだ、それはダメだ。あっちね、速いのね。そっちが速いの知らんかったっすね、僕。知らんかったっすね。でも僕も速いんですよ、はい、5分ぐらいですね。すいません、すいません。なんか今年変わったエピソードとか。ちなみに現場からあれですもんね、営業に変わられて。あ、そうですね、ちょっとそういう心境の変化はかなりありましたね、はい。じゃあ来年の目標とか、ちなみにあったら。目標は、まあ、今年以上に盛り上げて、みんなで旅行でも行きたいなと。あ、いいですね。塗り替え道場の YouTube を見ない日ないかな。それはそうじゃないですか。
YouTube でも絶対毎日上げてますね。こ、こやつ上げてますよ、こやつは。こやつ上げてるんです、こやつは。こやつで。アセトロンだけじゃなくて、あの、シーリングとかも見てるんですけど。関係ないけど。キスね。あ、でも僕一番見たいのは2人がまたなんかなんつうの変装して、今度は寺西くんバージョンを見たくて、あの寺西くんの長渕やったじゃないですか。いや、つまらんすよ。僕だと面白いじゃないですか。せいせいって面白いじゃないですか。いやいや、めちゃくちゃ緊張しとったんですよ。めちゃめちゃ緊張しとった。裏事情よ、全部勝ったや。誰？アインが、なんか俺、トレーコンビが、おーおー、やばいやばいやばい、おいおねー、おー、ルルナ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 ルルquay qua cái máy quay máy hình này đây mẹ ơi cho con ơi cậu gái con nhớ mẹ không nãy gì cả もう酒入った勢いで。あ、いいです、いいです、いいです。つまらんのが一発芸なんで。はい、そうです。はい。改まったらやばいですよね。改まったら。一発芸って何なんだろうな。ちょっと待ってくださいよ。一発芸って何すか。一発芸、じゃあ僕簡単も単純に、あ、じゃあ僕見本見せますね。おお、すげえ。絶対笑いますよこれ。はい。ビック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 脇がハードル上がった、ハードル上がった。恥ずかしい顔じゃん、本当に本当に恥ずかしい顔これ。それをなんかマシマシやろうと思って。自然に出てないぞ。モノボケもありじゃないですか。はい、モノボケも。モノボケですか。僕全然ボケないですよ。これアイコスなんですよ。アイコスってなんでアイコスって言ってるんですか。分かんないですで、困った顔してる。困った顔してる。やばいって顔してる。マルボロ。はい。皆さん、はい。で、ボケますね。はい。で、ボケますね。あ、そうです。マルボロでボケます。いやいや、違う。マルボロで。ああ。困った。困った。はい。卵は、え、卵。なんか質問してる。え、なんか質問してる。でも真面目な話いきますよ。はい、真面目。好きなタイプ。好きなタイプ。まあでもやっぱ顔じゃないですよね、男は。でかいよ。うん、何？これが一番大事？男は性格。
涙目になってきた。ビールは一気するもんじゃないですよね。前動画撮ったじゃないですか。はい。その時あのファイヤーって言ってたじゃないですか。はいはいはい。あれなんでファイヤーなんですか。足場の上って危ないんで、はい、やっぱ気張らな感じじゃないですか。そうですね。あの命がけだし、はい、うん、他人の命も預かるんで、はい、なんでもらったとか話したとかなんかいろいろ声を掛け合うんですよ。はい、そうですね。足場ってそうですよね。はい。はい、甘ったるいなと思って。甘ったるい。はい。この世の中で一番気合いの入る言葉ってなんだろうなって、はい、みんなで考えたんですよ。はい、そしたら。はい、ファイヤー。でもファイヤーが一番だな。それで決まったんですか。はい、うちの人間みんな浸透してるから。ベトナム人とか言ってない。いや、もうちょっとモンゴル人だから。まだ1ヶ月目なのに最近僕一緒に現場行った人にファイヤーって。何やっといいやつ。俺たちは普通に日本語で何やっといいやつ。しかもファイヤーって何やっといいやつ。まあなんかみんなベトナムとかもそうですけど、なんか僕ら色に染まってきてるんで、嬉しいっすよね。やばいな。考えなきゃ考えなきゃ。ここでご法度の、あの引き抜きがないよりベトナムって。現場で楽しくするってのはいいことですね。だからそれ以上にやっぱ厳しくしていくのが大事ですよね。ただでさえ偉い仕事なんで、楽しくやらんと損ですよね。そうですね。みんなでもこの間もニコニコしとったんですもんね、ファイヤー一言で。はい、これみんな使うんじゃないですか、見とる人。はい、その点はいいんですか。みんなが勝手にファイヤーって言い出したらいいですか。そうですね。それ僕が日頃常に言うフォーメーション B ってやつですね。フォーメーション B、はい、言ってし B しかないんで。 B しかない。 A も C も D もない。はい。今年1年の出来事、出来事、なんかこんなことあったよーみたいな。子供が、はい、生まれたんです。おー、名前は。ちょっと待って。それ言えんよね。やめ、ついにパパ。ついにパパ。もう可愛くてしょうがないですけど。可愛くてしょうがない。めっちゃ似てるわ。ちっちゃい。ちっちゃい。カンタ君もそういう時期あったからね。カンタ君もそういう時期あったから。まあそうですね。もういい、めっちゃ子供の話してね。輝いてる。これ自信作。これ自信作。輝いてる。海これ。絶対海よ。どんな1年でした。どんな1年。まあ毎年毎年。まあ忙しくて楽しい1年じゃないですか。はいはいはい。忙しくても全然楽しいですか。楽しいですよ。こんないっぱい人いるんでね。はい、来年こういう風にやりたいなとかあります。来年はもちろん、はい、人数増やして、はい、大型物件やって、はい、もっとどんどん売り上げ上げてください。すごい。はい、いただきます。すげえじゃん。めっちゃうまそうやって。いつでもあれか。食べてみてください。熱いっす。猫舌の中から。今年はでも YouTube の年でしたね。ああそうですね。なんてあだ名ついてましたっけ。自分の口から言ってください。痛い痛い痛い。自分の口から言ってください。なんてあだ名でした。いやすいやす。何面でしたっけ。イクメン。あ、いいですね。あ、これからはイケメンじゃなくてイクメン。イクメン職人。イクメン職人。ちら。長いし長いし。何の写真？写真じゃないです。あ、写真も撮っていいですね。写真じゃないよ。動画かもしれない。赤いの写ってないで。誰の携帯？リンの。あれっすよね。キモいわ。出してみるかい。ええええ。やばいやばい。弱いやばい。乾杯。え、そうじゃなくて。そうだ。何しんだ。何しんだ。取りに行きました。え？取りに行きました。めっちゃ通ってますもんね。もう行きつけですもんね。いや、じゃなくて俺は、はい、
毎日おるからみんな来ちゃうんじゃないですか。これええやんか。一緒に飲んでくれたりするんですか。いや全然、うん、どうやろうな。あの俺の空間にやで、喋りかけられても俺は喋りません。わからん、それはわからん。その時の気分にもよるけど、多分落ちとる時もあれば普通の時もあるし、でもまあそんなむちゃむちゃ落ちとる時はないと思うけど。そうですね。でも本当毎日あのご飯食べたりとか、いろんなことで俺ずっとおるんか。チャンネル登録といいね、はい、お願いします。また見てねお前、全部持ってたの。全部持ってたよ、最後の締め。最後の締め。誰ですか？ファイヤー。